これやばい。だからもうこれはもう本当に僕はもうファンとして見たいです。早く。いいね、いいね、すごいね。暑いでしょ、これ。暑いですね。やばいっすね。Nコンもやっぱ暑いね。暑いんですよ。選手全員が勝つ。ようこそ、三浦恋の部屋へ。トップリーグチーム紹介シリーズファイナルということで、第5弾にやってきました。ファイナルのとこかっこいいね。いいっすか、もう一回やってくれ。ファイナル、はい、ということで、とうとう第5弾ということで、はい、やってまいりましたと、ね、パナソニック、コベルコスティーラーズ、ヤマハ、そしてサンゴリアスに続いてこのチームでございますと。今度もレッドカンファレンスだね。そうですね、レッドカンファレンス。じゃあ、はい、ちょっといつもの、はい、いいですか、これちょっとあのこの今年書き新作出しなんで、はい、新作出し、はいはい、いいですか。いや、お前ほんとかっこいいな。いや、お前のがかっこいいや。いや、お前には負けるよ。何言ってんだよ。NTT コミュニケーションズサイニングアークス。怒ってる。怒ってるよ。何それ。いや、コミュニケーション、うん、シャイニング、輝かしいコミュニケーションしてるっていう。はい、ということで、本日のチームはですね、NTT コミュニケーションズシャイニングアークス。もう一回やりなさい。もう一回ですか、うん、ですか。今日のチームどこ。いや、お前ほんとかっこいいな。いや、お前には負けるって。何言ってんだお前、最高だよ。いや、お前は何言ってんだよ。 NTT コミュニケーションズシャイニングアークス。いや、まあ本当に怒られるぞ。本当にやばいよ。本当にやばいよ。輝かしいコミュニケーションという感じで。まあそれは置いといて、はい、N コムということなんで、まあ佐野のね、はい、そうですね、大好きなチームの、そうですね、ということで我がチームっていうことで、はい、そのポジションなんかまたやりづらいからさ、まあね、我がチーム、はい。でさ、言ってなかったけど、まあ佐野は、まあ、N コムはいろんな理由で好きじゃない、はい、だけどお互い好きなチームどこだっけ。まあ、N コムちょっと殿堂入りしちゃってるから、はいはい、でも僕はほらあれですよ、やっぱ地元埼玉県のパナソニック。パナソニック、サマはそうなってくると、あ、シャイニングアークス殿堂入り、うわ、もう殿堂入り、殿堂入りかー。で、2チーム選べるなら僕もう1チーム言いたいですよ。どこ。いや、それはもう神戸聖望ですよ。お前もう本当にさ見たチームを好きになるって。ジャイアンツが大好きで、ヴェルディが大好きで、ブルーズが好きで、高野花が好きで、俺の同級生と全く一緒なんだもん。でもそれ以外で言うと、いや、でも2チームポンって思い浮かぶんですよ。で、その2チームポンって思い浮かぶのが、ちょっと笑えないんですけど、神戸聖光と、やっぱそうだよね、と、東芝です。おー、意外と東芝。東芝、まあ、ただ今回は N コンなんで、まあ、ちょっとここはね、はい、割愛させていただきますが、はいはい、じゃあ早速なんですけど、まあ、基本情報のところからさっと、ね、おさらいっていう。まあね、基本情報という名の、俺たちと N コンさんは深い付き合いだからね。そうなんですよ。なんかちょっと初めて見るとずくずく勘違いされるんですね。あくまでも佐野さんが好きで、まあ一回その経緯説明書を取材させていただいたりとかという意味では、はい、本当一番最初に手を挙げてくれたチームの、いや、まあ本当嬉しかったよね。そうなんですよ、はい、しかもコロナ真っ最中の時で、はい、もうね、みんなラグビーの情報を待ってるっていう状況なんか、うん、もういろんな選手のコメントを聞けてよかったよね、はい、という感じで、まあいろいろこうね、長くさせていただいてますと、はい、いう感じで、はい、はい、で、ですね、このシリーズで、ね、全てご説明させていただいてるんですけど、うん、チームのね、概略とか歴史とかを知りたい方は、うん、ぜひですね、昨年も同じような動画を撮ってますので、はい、そちらの動画をぜひご覧いただければなと思いますのと、はい、まあ、今回のシャイニングアークスに関してはですね、すで、うん、に僕たち一緒にコラボで、動画でね、選手へのインタビューとかも撮らせていただいておりますので、うん、そちらの動画もぜひ合わせてご覧ください。よろしくお願いします。はい。で、そしてですね、このシャイニングアークスの、まあ、簡単にね、軽く触れておきますと、その NTT コミュニケーションズさんがやってるところの、うん、チームでして、うん、もう一つね、その NTT はドコモもね、あるんですけど、このコミュニケーションズさんの方でやってるのがシャイニングアークスというチームでございます。はい、NTT ダービーね。そうですね、ダービー。静岡ダービーみたいな感じで、これから盛り上がってくれると嬉しいよね。はい、そうですね。で、まあ、そのシャイニングアークスのチームカラーとしてはもう、ブルーですね。はい、ゴールデンイエローとコバルトブルーと。コバルトブルーというところで、まあ、なんすかね、なんだろう、僕的にはものすごくこの新興チームっていうんですかね、皆さんがおっしゃるところで言うと、うん、昔の古豪チームのところに入ってきて、どんどん頑張って、この本当、4強に肉薄してきてる、うん、まあ、前回の中段順位で言ってもやっぱ5位なんですけど、うんうん、じゃあ、果たして本当に食い込めるかどうかっていう、まあ、その勝負っていうのは今シーズンにかかってるのかなと。
そしてね、こうシャイニングアイスの本拠地でね、こう夢の国が2つあるというところで、あれはもう名言だね、はい、千葉県浦安っていうことで、まあ、本当日本一だよね、日本一のクラブハウスって言っていいぐらいの、もうすごい設備があると、あとあれじゃないですか、僕たち本当に実際にそのね、クラブハウス実際に訪れさせていただいて、取材とかもさせていただいたんですけど、うん、はい、あれはね、やっぱそのスタッフの方も言ってらっしゃいましたけど、はい、日本一っていうのも間違いないと思うんですけど、うん、世界一だと、世界一だと思いますっていうような施設はものすごいです、やばいね、ちょっとね、今のところすごい隔たってる偏ってる情報がね、なんかやたら悲劇がすごいみたいな、やたら俺たち悲劇してるなっていうのがバレバレみたいな、ね、いや、と言っても僕が、ね、まあ、言っても実際にそうし、やっぱ実際取材行ってると思うって大きいですからね、でかいよ、はい、いいね、しかもね、窓口の人たち本当優しかったよな、優しい、本当に、ね、ちょっとさ、その思い出話で終わりそうだから、危ない、でここはですね、もう皆さんラグビー好きはぜひ、もう皆さん知ってるらっしゃると思うんですけど、まあ、いろんなね、チームに海外の大物選手が入っています。いや、まあ、ちょっとここはね、その中で、シャイニングアークス、大物、ゲットしました。おっ、我がチーム。我がチームだね。もう新たな顔が入りましたよ。まあまあ、いいよ。新たな顔が。はい。ということで、日本代表とあれだけの死闘を繰り広げました、スコットランドからですね。ちょっと待って。え、誰よ、え、誰、わかんないですか、グレイ・グレイドロー加入というかね、ね、そのにわかファンでも多分おそらく知ってる方多い選手ですよね、ですね、はい、本当嬉しかったね、めちゃくちゃ、やっぱあのね、グレイ・グレイドロー選手というと、ね、そのすごい紳士的な態度とその振る舞いでもいいですし、今回の2019年のワールドカップで知った人多いと思うんだけど、はい、2015年のワールドカップから知ってる人はマジで嫌いだからね、え、だってもうめちゃくちゃ天気がありますもんね、だって、あ、そうだ、彼一人のせいで負けてるもんだから、はい、なんだこいつと思ってたもん俺、それぐらいやっぱもう日本と関わりが深い選手がもう日本でラグビーをやるって決めてくれて嬉しいよね、いや嬉しいですよ、本当にそれもなんかね、エルコムっていうのもなんかいいよね、確かに、ね、まあ、これブルーのこうユニフォームとなんかまあ似合うよね、似合ってる、似合ってる、似合う、すごい、なんか神戸製鋼パナじゃねえんだよな、エルコムでレードのっていうのごめんなさい、ちょっと言語化できないですけどすっげえいいな、はい、で実はその前にね、プレッシャーのスコットランド代表っていうのはもちろん代表ではあるんですけど、うん、その前に所属したチームがクレルモンと、あ、松島幸太郎選手のところに、まあ、そこから来たということになってますね、うん、いやばいね、てかさ、あとさ、今月のラグマが表紙だから、表紙だから、おお、もうなんかね、注目度がね、超かっこいいからね、めちゃくちゃ高い、あー、やばい、どこ、江戸コムって裏、あ、だから浦安の近くに住むよ、夢の国だ、だからまあ、あれだよ、ディズニーランド行ったらお前会えるかもしれない、いやいや、そっちは会えないじゃん、あとは、あれ、これ、そっか、プチ情報伝えてなかったですけど、うん、多分一番大好きな感じであろう、うん、あのレイドロー選手、うん、誰かに似てないですかって言った時に、うん、あのアイアンマンの中身の人に似てる、いやいや似てるんだよ、そうだそう、めちゃくちゃ似てるのよ、だからアイアンマンとか言われてるんで、もうすでに、あ、ちょっと名前出てこない、なんだっけ、あのあっちの人俳優の名前が出てこないけど、そう似てるのよ、俺思ってたの、だってずっと見てたから、俺アイアンマンがね、好きなんですよね、そう、うん、めちゃくちゃ好き、そう、ロバートダウニージュニアだわ、あ、似てるのよ、そう似てますね、俺の中でもアイアンマンなんですよ、ね、アイアンマンぐらいの活躍をしてくれればちょっとタイニーマックスも踊っていいんじゃないかなと思って、本当にプレスキック外したとこ俺見たことないよ、そうですね、えやばいよ、本当にスクラムハーフからスタンドオフのラインがもう、うん、だってリアリーファンでしょ、そうなんですよ、まだいいんでしょ、リアリーファン、そうなんですよ、いるんですよ、まだいるんですよ、やばくない、これやばい、だからもうこれはもう本当に僕はもうファンとして見たいんです、はい、早くグレイドロー選手からリアリーファン選手のラインが見たいんですよ、はい、ただでもですよ、そのスタンドオフのところには我々がね取材させていただいた、はいはい、松尾選手もそうなのいるんですよ、いるんですよ、翔太郎選手、翔太郎選手がいるんですよ、明治卒の、いやーだからいい人だったね、はい、松尾君ね、本当に、はい、で、まあそこいい人だと、そうなんですよ、で、そこの新あの加入選手 の, その海外選手で言いますと、うん、実はね、あのもちろん対談選手として、はい、マルコ・マークス選手ね、ちょっとね、もうライバルのね、久保田に行ってしまったことがあるんですけど、いや衝撃だったよ、衝撃だよね、うん、衝撃なんですけど、でももちろんレイドル選手だけじゃありません、お、我がチーム、補強したのは、まあ、まあ、はい、で、あのなんとかランブル選手いない、今回あの補強したのがフランカーのリアム・ギル選手、あ、で、そうリアム・ギル、そして本当やばいらしいんだよ、その選手、はい、フッカーのあとアナ・ナミ選手っていう選手を加入したんですけども、この中でもやっぱ注目度高いのは、実はリアム・ギル選手、そう、このフランカーめちゃくちゃすごいこと、いやだから実はそのレイドローと同じタイミングやった時に、実はそのフランカーとかの日本代表候補クラスの人は
みんなレードルをやってるけど、なんだっけ、リアルギ、リアムギル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 が来たのがやばいっていう、やばい、あったの。でもこれも年齢も28歳でした。あばいばい。イケだね。全然イケイケ。イケイケ。で確かあれですよね、そのやっぱオーストラリアなんですけど、うん、その同じポジションと同時期にちょっと有名選手が被って しまったことによって、うん、そんなになかなか日の目を浴びてないけど、はい、相当いい選手だと。もうね、本当やばいらしいよ。だからもう N コム実はそのまあ広報とか宣伝って言っちゃいけないけど、まあレードルもあれだけど、うん、このリアルギム、うんうんうん、相当もう即戦力、もうやばいらしい。いいですね。確かにヨシク選手はね、確かにもうレジェンドクラスのもう年齢もあるですから、若くて生きのいい選手がまだ入ってきた。いやー、いいでしょう。そうなんですよ。で、しかもですね、はい、これ追加のその3名は同時期に発表されたんですけど、はい、もう一人、うん、あの実は追加で補強してまして、うん、ロックのポジションを。あー、やっぱりロック。あのね、やっぱね、アイザック選手が、あー、いろいろあってね。そう、いろいろまあその日本のね、国籍の問題とかもあって、いろいろあってそのまあ違うところでラグビーするっていう選択をされたんですけど、うんうん、そこのロックのポジションになんと加入しました、うんうん、ルイス・コンラディ選手という選手で、うん、南アフリカからの、ね、マイターテンとかでも出てる選手なんですけど、そこから取りました、身長2m5cm、でけぇーしょーって言って、やばし、117キロで、てかさ、あの N コムさん話聞いたけど、やっぱ企業によってさ、はい、いろんなスポーツやとかあるんだけど、はい、結構 N コムさんってさ、はい、ラグビー力入れてるからね。 NTT コミュニケーションズの会社としてはやってるスポーツラグビーだけです。そうだよな、力の入れようがものすごく集中してる、うん、いやいいね、いいね、すごいね、ルイス・コンラディ選手やばいんですよ、はい、まあ、で、そんなね、派手な選手ばっかり言ってるかもしれないけど、はい、なんといっても、はい、我々の、はい、ここのオアシス、金正恵、金正恵選手来たね、金ミス最高、金ミス最高、金ミス最高。もう本当に僕、うちも本当サバ缶めちゃくちゃ買ってますから、ね、人されすぎだろ、サバ缶もがっつり買ってますから。早稲田の時からこの選手いいなってずっと思ってさ、ね、はい、それがやっぱり、うんうんうん、ね、お話もさせていただいたけれども、はい、ね、いろんな怪我も乗り越えて奥さんとの恋愛の話も聞けて、うん、はい、だけどやっぱ金正恵選手が N コムを強くしたと言っても俺過言じゃねえんじゃないかなってことするけどな、うん、ね、やっぱ引っ張ってるもん、やっぱりすごいもん、はい、で、そう、金正恵選手もちろん今シーズンもキャプテンは継続するんですけど、今回ちょっと体制変わりまして、うん、共同キャプテンということで、お、はい、この金正恵選手に加えてですね、もう一人あのキャプテンが増えました、はい、中島慎吾選手、あれだよね、はい、あのほら関係者の方とズームさせてもらった時に、はい、ぜひこの選手を覚えてくださいって言われた人は。そうなんですよ、うん、でこの選手というのはそのポジションロックのポジションなんですけども、うんうんうん、その出身大学っていうのが福岡工業大学というね、うん、ちょっとこうなかなか注目度がそんなに高くない大学なんですけども、うんうんうん、そこから NTT コムに入って最も伸びた選手っていうのに僕たちも聞きしてるんですよね。そうなんだって。だから生え抜きというか、だからそういう意味ではその N コムさんのリクルート的にもうちの、はい、あのここに来ればラグビー上手くなって日本代表にも狙えるよみたいなことをその説明したい時の選手として中島選手すごい言ってて、すげえ押された俺。じゃあそれこそ大学時代はそこまで、まあ、まあ、大学的にも、まあ、そうですね、大学選手権はね、やっぱ出れないですからね、出ても1回戦で、あのだからその強豪校と戦う前にちょっと負けちゃうみたいな感じではあると思うんだけれども、だからその選手があの共同キャプテンやってるっていうのはこれやっぱねいいなって感じ、ね、ですよね。で、あとやっぱりその宮さんのねやっぱ注目ポイントでまずロックのところでキャプテンっていうところなんで、うん、ちょっとここはもうファンとしてもすごくこれ相当いいね、うん、あ、相当いい。でもうだったらもう一人のロックあれでしょ、2m5cmでしょそうです、これやべえじゃん。そうですで、まあ今回どこで起用するか分からないですけど、ビリー・ブリッツ選手もロックできるっていうか、ビリー・ブリッツの選手、ね、ビリー・ブリッツ選手やばくないですか。もうね、話さないってことはお前 S だよ。いやいや、もうビリー・ブリッツ選手、なぜなら僕がつけたチャーミングはだな、いいっすか、ライオン丸選手ですライオン丸選手、あのね、あれっす、あのサウルブズでもずっとキャプテンとかやったりして、うん、マジで体張る。いや、まあまあ、ね、そこそ素晴らしい、ね、ボード出たそのね田舎先生、あの、なんだっけ、あ、マルコ・マーク、マルコ・マーク選手とのね、この二人がいつも仲良さそうにね、こう、そうなんだよね、やってた。だから、ビー・ブリッツがずっと怪我してて、はい、入ってきたことによって、マルコ・マークスが急にね、途中から良くなったんだよね。で、そのつながりで言うと、やっぱり南アフリカだからっていうか、うんうんうん、それもあると思うんですよ、はい、で今回、そのさっきの2メートル5センチの6の選手、うん、南アフリカ、おー、いや、また
南アフリカライン。おお。来た来た来た。があるんで、あまあここのねやっぱね、でここでもちょっとまあそこつながって言うと、うん、今回、うん、あのリアム・ギリ選手も入ったんで、うんうん、バックロ渋滞してます。おお渋滞起きた。渋滞起きました。もううちの自慢のバックロ陣渋滞してます。っていうのもですね。はい、もちろん、うん、このチームの精神的な支柱としてもある金正恵選手がフランカーでいるわけですよ、はいはいはい、でただもちろん絶対的なエースとしてマフィ選手がナンバー8でいるわけですね。確かに確かに。でそしてその中でマフィもいたんだ、日本代表のいるんです。で、はい、ただビリー・ブリッツ選手がロックで出るのかフランカーで出るのか分かんないんですけど、あ、はいはい、本当だからフランカーでも出れるんですよ。で、うん、あ2人忘れてません、はい、総計名の言えば去年の明治のナンバー8誰ですか。これはね、バンカズキ。バンカズキがルーキーで加入しました。渋滞すぎでしょ。渋滞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 やばい。バンカズキ趣味はウエイトでしょ。本当になんかなんかで書いてあったけど、あのっていうのと、あとつい最近僕の金正恵選手情報なんですけど、うん、なんで明治のナンバー8はこんなに体強いんだっていうあのトレーニング動画も上がってます。もう多分プロレベル、金正恵選手ってもうあのストイックじゃないですか、あのレベルで見ても体めちゃくちゃ強すぎると、うんうん、っていうのでもう太鼓判押されてますんで、いややばいよ、はい、これねバックロー大で、しかもちょっと、はい、ごめん、あれかもしれないけど栗原大輔君っていうのがあのこれ結構ね慶応のエースだった人なんだよね。はい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 。だからもういたりしてちょっとね N コムのバックローはこれおかしいことになってます。やばいっすな、なんかもったいないぐらいの渋滞を起きると おかしいことになってます。おかしいことになってます。どこでも渋滞起きんないやトップリーグ渋滞だらけだよ、ね、渋滞なんですよ。でただですねちょっとまあいいですか、うん、あ僕の本当に一押しの選手で、あだってね、だって好きな選手ランキング第1位だもんね。第1位だったんですけど僕ね見直して何回も思ったんです。本当にインタビューしてる時俺緊張すぎて何も話してない。そう何も話してない。確かに確かに話してないっていうのを動画もぜひ見ていただきたいんですけども池田勇気選手。おまあ、あれだよな、コロナ前までの今年のトップリーグの中では、はい、まあ、トップ3に入るセンター選手だったよね。絶対そうだった。もうすっげえ活躍してすっげえ目立ってた。そうです、まあ、素晴らしい。正直、まあ、発表されてないんですけど、うん、絶対あの50人ぐらいの日本代表候補の中で目に渡される選手に絶対入ってます。俺入ってると思うな。絶対入ってます。なんかあのインタビューからこう想像つかないようなこうパワーあふれるプレーみたいな。やばいですね。あの手品はどうなんだって話をさまあ置いといてすごいよね。手品すごいですから。すごいですから。はい、でこの池田勇気選手はやっぱセンターのポジションで、うん、もう僕は本当にもう日本代表に入ってほしいなと思ってる選手なんで、ね、まあ、今シーズンの活躍っていうのはやっぱりね、この日本代表の次の選考にも、はい、まあ、めちゃくちゃ影響があると思うんで、もう今年もやっぱ大活躍しよう。いや池田勇気熱いね。熱いですね。で、はい、センターに皆さんまた覚えてもらった、お前ら去年勉強したの、はい、帝京大のキャプテン誰だったよ。でも僕は今度は空で言いますけど、え去年帝京のキャプテンですか、はい、え誰ですか。知らないでしょ。本郷くん。本郷くん、あ、はいはいはい、 N コムいます。 N コムですからね。センターね。はーい、ハードタックラーいるなここに。そうなんですよ。本郷くん、本郷くんいますね。本郷くんの話を聞きたい方はこちらの動画に。そう、動画もありますよね。ありますんで。動画も渋滞しますね。動画も渋滞する。関連動画も渋滞しますね。あ、もうこれもう全部渋滞、うん、で、あとほら見させていただいた時、あ、何よ、お邪魔させていただいた時に自主練してたセブンスの代表のハムくん、やばいじゃないですか。あの筋肉綺麗だったな、あれは足速いよみたいな。そうですね。ああっていうのと、何を隠そう、まあちょっと年齢重ねちゃったけれども、はい、代表のスーパースターウィング、はい、お我が母校、はい、慶応の後輩山田明人、山田明人選手、ね、もう暑いでしょこれ。暑いですね。やばいっすよ。もう N コムやっぱ暑いね。暑いんですよ。だから N コムが申し訳ないけど、この4強のどれか食ってもらわないと面白くないよね。そういう意味では N コムはレッドカンファレンスだから、はい、やっぱりそういう意味ではサントリーに、ね、だからサントリー食ってもらわないと困るよね。そうですね。であとはもうその日本代表のところで言いますと、やっぱ候補まで行っててなかなか入れなかったその石井海選手。いやでなんかねトライが印象的だったもんね。かっこいい、かっこいい、かっこいい。で、まあ、今回もちろんそのね前シーズンと変わるところで言うとやっぱグレグレードの選手が出るっていうところで、そのスクラムハーフからこのねバックス陣に行った時に、このウイングの山田貴一選手とか石井海選手とかどういうトライを決めてくれるのかは、やばいね、めちゃくちゃ楽しみ。やばいねこれ。
やばいね、そのなんか真ん中のナンバー8とかこう中心線のだとビリーブリッツ、マフィーからのボーン、やばいですね。やっぱ要注目なのはちょっとその不安材料で言うと、フッカーポジション。なるほど。そのマルコン・マークス選手のところが、そのアナル・ラミス選手というね、復活補強したとはいえ、じゃあ どれぐらい変わるんだとか。なるほどね。そこはあるね。そうです。あの前シーズンで言うと、スクラムがもうほぼ無双してたんですけど、じゃあ果たしてマルコン・マークス選手がいなくなった時に、その無双声がどう変わるのかっていうのはちょっとね、ファンとしては心配な部分もあるんですけど、期待ももちろんあるんで。そこはね、やってくれるでしょう。そことかは注目ですね。もちろんリアリーマの選手が今年もね、見せてくれると思いますけど。リアリーマのはおしゃれすぎだよね、ちょっと、ね。はい、でその中でバックアップメンバーでね、インタビューさせていただいた松尾翔太郎選手がまたね、うん、出て活躍してくれると思うので、最高だねこれ。そこがもう超注目だってね。まだだってあれでしょ、そのデビューしてすぐ試合がだってもう中止になっちゃったから、うん、あ、そうですそうですそうですだよね、はい、だからもうたまりまくってるんじゃないですか。たまりまくってる、うん、だってもう僕たちがインタビューした時点でもうラグビーしたくて仕方ないというか、もうイラついてるよね、はい、もう最高だね。ですよね。やっぱ N コムがやっぱり上をかき乱さないとちょっと面白くねえなー。で僕はもう正直そのレッドの中で、うん、もう本当に1位を狙う、いや1位とか狙うみたいな感じで N コム行ってほしいね。でやってほしいですね。でやっぱりその前節っていうか前シーズンも結局その僕たちがね、うん、あの行こうと思った、実は行って取材とかもさせていただこうと思ったパナソニック戦とかも中止になってしまったみたいな感じで、気になったよね。でなんかあの試合もほら金選手に聞いたら、はい、まあ、言ってました、まあ、パナだから負けるかなって誰も思ってなく、選手全員が勝つっていう感じでマインドがやってたって聞いた時に、もう N コムいいなと思ってね、見たかったよね。そうですよ。で、そこで言うと僕は注目カードとしてはもちろんそのサントリーとトヨタとかね、上のチームに勝ってほしいんですけど、ここだけは僕負けたくないっていうチームがありまして、はい、その対戦相手が久保田です。あー、やっぱそのマルコマークスだったっていうね。で、昨シーズンのね、あの負け方はね、で、しかも因縁今年いろいろありまして、うん、まあ、去年の負け方ももちろんそうなんですけど、うんうん、マルコン・マークス選手が行ったでしょ、久保田ね。まず行ったよな。で、まず行ったじゃないですか。まず行った。でも負けねえぞと、うん、お前行ってもこっち勝つぞと、うん、もう去年のリベンジは絶対果たすぞっていうのがもう本当に、なんか、我がチームちょっと暑いな、やっぱ暑いな。じゃあでもレッドカードの話について、あとあれか、あの千葉ダービーか。そうですね。ああ、船橋と浦安の、そうなんです、そうですね。千葉ダービーなんですけど、まあちょっとそのライバルのこと言うのもあれなんですけど、久保田今年強い。そうだよ。まあまたそれは違う。ダービーとか、ダービーですけど、絶対この場は勝ちたいっていうチームは本当久保田かなっていうところですね。ファンの勝手な感想としては。いや、また楽しみが増えたね。はい。いやいやいや、N コムはちょっと上をマジでちょっとかき乱してもらわないと困るね。はい。で、ここで、まあ、そのね、最後の部分で言いますと、その2021年。ああ、そう、開幕戦。どこ開幕戦のところで言いますと、これもちょっとニュースにもね、なっちゃってるんで、皆さん知ってるかもしれないですが、うん、1月16日、開幕戦、ここ、会場そもそも、変わりまして、新国立、新国立競技場でやります。すごいね。はい。そしてその対戦相手、はい、東芝でございます。リーチマイケル来たかー、来たんですよこれ。ちょ、これはで、やっぱさ、開幕戦これじゃない、見に行くのやっぱり。いや、国立これはマジ熱いと思う。いや、やっぱやばいっすね。やっぱこれじゃない、いや、これはマジ熱いと思います。やっぱ N コム東芝じゃねえかな、見に行くの。いや、いや、いろいろ豪華県旗もいますよ。あー、熊谷ね。ついに俺たち3人別々で行くかもしれないな、これ。いや、で、関東じゃなければ、だってそれこそ神戸製薬と山ですよね。だよね。だよね、最初。そうですね。でもあれですよね。なんか多分、ごめんなさい、僕一回ずれてるからかもしれないですけど、これ16と17の感覚あるんですよ。だからそうそうそう。一応ね、土日で分かれてるから。分かれてるんですよね。はいはいはい。なので、もしかしたら、その16、17でどっちも見に行くとか、もうあり得るかもしれないっていう。強いなっていう感じなんですけど、まあもちろんね、他のね、この前サントリーの会で言いましたけど、まあ、開幕節こうやって盛り上がってますが、レッドカンファレンスはもうほぼほぼ全部注目が、いやもう本当にやばい、うん、レッドカンファレンスもう本当もうやばい、うん、いう感じでして、実はその第2節宗像サニックス、第3節サントリー、第4節ダイナボアーズ、第5節ホンダヒート、第6節トヨタ、そして大鳥の第7節で久保田。おー、千葉ダービー、千葉ダービーで締めると。これはちょっとかん、やったでしょ。これやったでしょ。やったよな。やったでしょ。これやったよな。これ絶対これ、ね、これやりましたよね。これ意図的にやったよな。これ意図的に。僕も思うんすよね。なるほどね。というような感じでして、はい、まあ、こんな感じで盛り上がってる人も、今年はもう、今年も僕はもうシャイニングアクス、はい、ガッツリ応援してますね。はい
はい、ぜひ、ね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、もうね、輝かしい未来に向かっていいコミュニケーションをしようということで思った方は、チャンネル登録といいねをお願いします。そう思う人いるの？違うか。じゃあお願いします。はい、はい、ということで、いきますよ。はい、せーの、レッツラグビー